どうもーどうもどうもーはい。いかがお過ごしでしょうか ?11 月もね、本日で終わりますけれども、えっ、ー、と、この前ですね、こちらのイヤホンを買いました。11月4日買いました。 で、今ね、アマゾンのブラックフライデーが、まあ明日まで開催してると思うんですけども、ブラックフライデーとして、この、この前買ったね、イヤホンが、なんと、セールスでね、マイナス24パー引きで、プラス、まあ僕のアカウントに対しては400円のクーポンもついております。なんで、6000ちょっとですね。で、これ買って、まあ非常に良くてね、めちゃくちゃ良かったんで、まああの、こういう動画を撮ったんですよ。あの、春英くん聞けみたいな。春英くんを救いたいみたいなね、動画を撮ったんですよ。 で、んで、シュウくんがこのアマゾンのブラックフライデーで買ったみたいなんですよ。買ったらしいんですね。買いましたみたいな。で、そちらがババーンとここですね。はい。シュウくんが、あの、インスタのストーリーで上げておりまして、買いましたと。で、まあ、このしゅんえイくんがね、インスタのストーリーでアップしてたんで、ついにゲットとかなりいいイヤホンです。笑いということで。 これね、ほんとね、これね、まあ、お値段以上のクオリティって感じですね。もちろん上を見たらキリがないです。イヤホンもね、10万とか20万とか30万のイヤホンもあるでしょう。コードもね、凝ったらね、キリがないです。コードだけでも何万円っていうコードもありますから、その配線コーヒだから本当に、すごいいい音で聞きたい人は、Bluetooth じゃなくて多分有線でやってると思うんですけど。 アンプとかつけたりとかしてね。で、優先で聞くと思うんですけど、まあ上が見たらキリがないんで、ただこのね、6000円ちょっとでこのクオリティっていうのは、やっぱまあこの VGP、金賞受賞、企画賞、まあこうね、受賞されてますけど、本当にね、まあ嘘偽りないなっていう。まあもちろん聞く人によってはね、なんかしょぼいなっていう人もいるかもしれないですけども、でも大半の人は、 結構いいっていう評価をするんじゃないかなと。で、ね、4300も評価ありますから。これはね、ほんとね、僕あの、おすすめですね。僕もびっくり。なんかね、時代のテクノロジーを感じましたね。なんかその、アップル信者なんで、アップルのイヤホン高いじゃないですか。で、AirPods Pro 僕使ってますけど、まあ、ね、今、ブラックフライデーでちょっと安くなってるかな。33000円ぐらいかな。今、AirPods Pro 出てると思うんですよ。 あブラックフライデーで確か出てると思うんですけど、AirPods Pro。AirPods。AirPods。AirPods Pro。AirPods Pro の、はい、これじゃ2021年で買ってます。AirPods 第3世代は買って、で、今度僕ね、AirPods Pro の、 第2世代か。あ、今、ブラックフライデーで3万3000で出てますね。はい、こちら。うん。で、これ、あ、これ US B、USB-C になったんですね。僕は USB-C モデルじゃないやつ買いましたけども。そう。今、3万3000で、ちょっとブラックフライデーでちょっとお安くなってますけど、まあ、これ3万3000に対して、えー、こちらがね、えー、6000ちょっとじゃないですか。で、まあ、僕はこれを使ってたんですよ。第2世代のね。 なんだけど、まあその、聴く音楽だったりとか、聴くものによっては、全然こっちでも十分、こっちの方がいいんじゃねえかっていう風な、き、き、聞ける感じですね。ただ、ただですよ。これと、これと、これと、これを比較したときに、やっぱりこれに関しては、AirPods Pro 第2世代のこのノイ,キャノイズキャンセル機能は非常に優れてます。マジで。これは本当すごいと思います。ノイキャンに関してはね。 ただ、その、普通に聞く分に関してだったら、ま、あまりその、なんだろうな、めちゃめちゃこの安いからシャカシャカみたいなね、安いから安い音っていう感じではなく、十分、もはやこっちに買ってるぐらいの音が出たりしてます。うん。あとはね、耳にフィ,フィットするかしないかっていうのもあると思うんですよ。ちゃんとフィットしてるかしてないかによって聞き,聞き取れ方って違うと思うんで。うん。 これはね、わりかしね、軽いし、軽いし、僕の耳にはかなりフィットしましたね。うん。だイヤホンって、まあ、うん、結局、フィットしなかったら、いいように聞こえないんですよね。空洞悪というか、なんですかね。あれなんで。うーん。だからまあ、耳の形状によっても聞、聞き、あの、聞こえやすさっていうのは変わってくると思うんですけど、全然良かったですね、これは。うん。そう。で、まあ、通信速度も速いし、普通に。 iPhone とこつなげたときにどうなのかっていうところで、まあ、全然 iPhone とつなげても早くつながるし、まあ、実際ね、Bluetooth の,の5.3、まあ、今最新が5.3だと思うんですけど、Bluetooth の5.3もは最,最新の Bluetooth 入ってますんで、だ特にその音声学習とかする分にはもう十分かなと。ラジオ聴くとか音声学習をする分には、もう本当にこれで十分のクオリティ出ます。うん。まあ、ノイキャーも一応ついてますけど、 うーんこの AirPods Pro 第2世代のノイキャンと比べるとそれは落ちますね。そこだけは。でもまあまあ、あのノイキャン聞効くっちゃ効きます。効くっちゃ効きますけども、めちゃめちゃ効くかっていうとそうでもないですね。これは。ただね、この、うんいいっすね。これは。非常に。うんそ<う>はい。ということで、まあこれね、今、うんブラックフライデーで 安くなってますので、まあ、本当ね、イヤホンに関しては僕ね、本当ね、Bluetooth で無線でやった方がいいと思いますし、僕自身も、その、学習する時、音声なんですよ。で、耳ってやっぱ空いてるので、音声で学習しながら、まあ、掃除するとか、食器洗うとかね。だからその、それができ,できるんですよね。 しかも耳から直接聞くとやっぱ入りやすいというか、なんかスピーカーで鳴らすのもいいんですけど、やっぱ耳から直接こう聞くと、まあ、言葉はちょっとあれかもしれないですけど、洗脳できるんで。うん、スピーカーで聞くより耳,耳で直接ガッって入れた方が洗脳できるので、うん、僕はまあ本当に、なんだ、ああ、こういうイヤホンでずっと音声学習してるのでね、おすすめです。安いし、クオリティも高いし。うーん。 で、この YouTube の下にですね、この、えー、入れときますので、えー、このリンクね、まだ多く興味あるよって方は一度チェックしてみてください。まあ、一応ね、あのー、買いました。俊英くん、俊英くんが買いましたよ。俊英くんが。俊英くんが買いましたよね。これね、これ、これですよ。そう。なんかね、俊英くんが、あのー、 最近、なんか、シュウエイ君もラジオやってるんですけど、シュウエイ君が、なんかその、エアポッツの電池がもうだいぶ切れちゃって、みたいな。で、なんかね、インスタのストーリーでアップしてましたけど、メルカリで売ったみたいですぐ売れたらしいですね。その使ってたやつ。エアポッツ、プロの第一世代かな、シュウエイ君が使ってたのは。うん、はい。かなりいいイヤホンですと。はい。レビューです。<laughs> 僕もいいと思いましたけど、シュウエイ君も、 いいイヤホンじゃないかなというお声いただいてますので。うん。まあ、想像以上ですね。本当に。うん。で、明日までなんで、えー、ブラックフライデーがね。はい。あの、興味ある方は、この YouTube の下にリンク入れときますので、一度確認してみましたらいかがでしょうか。はい。では、終わります。ご視聴ありがとうございました。